荒涼の章、名手の秘策。リーガン領の領都デアドラで帝国軍に一矢報いた同盟軍、そこにグロスタール伯が再び同盟についたとの報が入る。全ては策で、偽装の心中だったのだ。後輩を断たれ、行き場を失った帝国軍は撤退を開始。これを完全に包囲して降伏させるべく、クロードラは急ぎ軍を進めるのだった。同盟領内の帝国軍はリーガン領西部からグロスタール領北部に分散して展開中。必死に南下しようとしてはいるようだが、グロスタール伯の嫌がらせで動きは鈍い。言い方に気をつけたまえ。父は策を尽くして敵の進軍を阻んでいるのだぞ。ああ、その通りだ。そう言わなかったか？で、俺たちの今後の作戦だが、敵の退路を断つように包囲網を狭め、リーガン領西部に追い込み叩く。以上だ。それだけ？ずいぶんあっさりとした作戦ね。目的が明快なら作戦は単純なほどいい。これが俺の必勝の策だ。おお、今回の作戦は俺にも分かったぞ。これ以上の南下を阻止しながら帝国軍をリーガン領西部に集めればいいんですよね。そういうことだ。簡単だろ。とはいえ敵も必死だ。油断はできない。ベルグリーズ伯が大軍を催して攻めてくる前に型をつけたい。あの、帝国軍にはフェルディナントさんとベルナデッタさんがいますよね。殺したくはないか？それはもちろん、俺だって同じだよ。学級は違えど同期の学友だからな。お膳立てが済んだら降伏を進めるつもりだ。とにかく今は同盟領内の帝国軍を追い詰めることに集中してくれ。おう、この筋肉に誓って絶対逃がさねえぞ。そんなにうまくいくかしら。気になるけど、さっさと出撃しましょう。ああ、始めよう。クロスタル伯が裏切ってミルディン大橋が陥落ですか？同盟領内の帝国軍を孤立させ、リーガン家とグロスタール家の両軍で包囲する。名手クロードの策かしら。まったく、やってくれるわ。リーガン公とグロスタール伯はずっととても仲が悪いという噂がありました。まさかその噂もこういう状況を見越して意図的に流されたもの。そうかもしれないし、そうではないかもしれない。深く考えすぎるとかえって相手の術中にはまってしまうこともあるわよ。孤立したのはフェルディナントとならですか。軍務卿は素早くミルディン大橋の奪還に動いてくれているでしょうが、兵数は心もとない。間に合うかどうか、時間との勝負になりそうですな。黙って見ているわけにはいかないわ。ヒューベルト、他に手は？実は見込みのありそうな傭兵団をいくつか雇っておりましてね。フェルディナント殿への援軍として秘密裏に同盟領に向かわせていました。どういうこと？聞いていないわ。フェルディナント殿の采配があまりにも信用できませんでしたのでね、資材を使って雇いましたので報告は不要かと。それで彼らは間に合いそうなの？ええ、土地にも明るい者たちです。報酬分の働きはしてくれるでしょう。ヒューベルトのフェルディナントさんへの信頼感のなさが、まさかこんな救いの一手になるなんて、偶然とは恐ろしいものですね。クロード？
こんなとこで何してるの？ああ、お前か。何もしてないよ。怠けてただけさ。作戦は順調に進んでるみたいね。同盟領内の帝国軍をだいぶ追い込めたわ。ああ、期待通りの展開だ。このまま戦えば帝国軍を潰せるだろう。その割に浮かない顔ね。ここまでの戦い、全部クロードが思い描いた通りなのよね。ここまではそうだな。だがこの先もある。何も手を打たなければまた帝国軍がミルディン大橋を狙ってくるだろう。しかも相手は猛将ベルグリーズ伯だ。どうしたって厳しい戦いになる。それをしのいだとしても次はどうする。帝国に攻め入るか、防衛に徹するべきか。王国や教団の情勢も不透明な上に、パルミラがいつまた現れるかもわからない。先を読むにも限界があるが、あらゆる事態に備えておかなければ同盟は生き残れない。打てる手は打っているつもりだが、終わりが見えない。さすがに疲れるよ。一人で背負い込まないで、みんなで知恵を出し合って乗り切りましょう。そうだな。お前が相談相手になってくれるか？私じゃ大した知恵は。仕方ない、僕が君の代わりに知恵を授ける係になろうか？力になれなくてごめんなさい。けど万が一何かひらめいたら言うわ。僕がついているのに万が一はないよね。もう少し信頼してほしいな。それに私はクロードが雇い主でよかったと思ってるの。あなたは私にはない目と頭を持ってる。報酬もきっちり払ってくれるしね。そりゃどうも。悪かったな、愚痴っちまって。だがおかげで少しすっきりしたよ。たまには弱音を吐いてみるもんだな。愚痴を聞くだけならいつでもどうぞ。安くしとくわよ。おいおい、金を取るのか？がめつい傭兵だな。フェルディナント様、同盟軍からの使者をお連れしました。失礼する。ホルスト・ジギスバルト・ゴネリルだ。ほう、あなたの有名は帝国まで轟いている。あえて光栄だよ。私はフェルディナント・フォン・エーギル。この軍の指揮権を預かる者さ。私はレスター諸侯同盟の名手代理として参上した。要件はお分かりだと思うが、降伏せよというのだろう。騎軍はすでに包囲され退路はない。もはや勝敗は決した。潔く下られよ。やっぱり帝国軍は降伏に応じてくれなかったか。帝国貴族としての誇りなのか、降伏を考える様子はなかったぞ。己の誇りのために部下の命さえも犠牲にしようというのか。いや、他の将兵らの士気も妙に高く、決死の戦いに赴かんという雰囲気でな。ただ全員が全員というわけではないが、挙動不審な将もいたし、人当てすれば心がくじけそうな者たちもちらほらとは見かけられた。挙動不審、きっとベルナデッタちゃんね。あの子なら説得できないかな。敵が徹底抗戦の構えを崩さないなら俺たちも本気でかかるほかない。この戦いに勝利すれば同盟領を帝国侵攻前の状態に戻すことができる。誰が相手でも手を抜くな。
全力で帝国軍を叩くぞ。急ぎましょう。時間がもったいないので。私。私は私の筋を通すだけだ。今日は門番の仕事は。私に任せといて。頼まれちゃ答えるしかねえ。俺も手伝いますよ。さあ僕の出番だ。僕にできないことはない。今こそ好機。これならば阻めまい。失礼します。私の力をお貸しします。この手を試してみ。援護に回った方がいいな。道はないぜ。敵将を降伏に追い込むんだ。私に任せといて。よし、片付けに行くわ。よっ、クロードにしては見事な包囲網だ。これも父の活躍あってのものだがね。太陽を絶たれたか。何か突破口を開く手は。やっ、私子供じゃないのです。帝国軍よ、我らが道を切り開く。こちらへ参るのだ。任せてください。やってみせます。少し休んでて。フェルディナントだったが、一体もできた。早く軍を引け。私の出番を。感謝する。みんな撤退地点を目指して進むぞ。邪魔よ。よ、師匠だって。うわ、やりにくいけど逃がすわけには。せん。私が倒れた。全軍が崩壊する。何としても皆で共に引かなければ。私に任せといて。よってて、見ていなさい。この射撃、ベルナデッタでは。私に任せといて。よっ。
入手した帝国軍陣容の情報を使えばいいような。いや、この狙撃どこから。止めないと追撃どころじゃないわ。いや、我らの覚悟を見せてやるのです。進路を塞がれたか。加勢します。敵はあそこだ。対処に向かおう。同盟軍に乱れが。ヘルディナント殿、今のうちにこちらに。足を聞ける状態でもなさそうだな。敵の戦意が低いように見えます。降伏するよう説得できるんじゃないですか。囲まれるなら敵じゃなくて組めがいいよ。なんで。私も戦います。進軍する。私の出番任せてください。番ですね。私の出番。ベルナデッタさん、今は戦うのやめませんか。頼まれちゃ答えるしかねえ。離脱できた軍を再編してきますので。団長、我々も前に出ましょう。一兵でも多く救援しなくては。お前もまだまだ血気盛んだな。まあただ待ってちゃ報酬と釣り合わねえか。任せてください。これで追撃に集中できると思ったら中央が騒がしいな。何が出た。これ以上の追撃はさせないよ。じゃあ答えるしかねえ。無理に相手をせず帝国軍を追うぞ。では正々堂々勝負と参ろう。あれはアレンスさん、セイロス騎士団はやめたんでしょうか。大人が相手をしてやろう。これで進めよう。進軍を再開する。同盟軍へ排除させてもらうよ。君はまた会ったね。今は同盟の傭兵というわけだ。昔の借り返させてもらうわ。灰色の悪魔、撤退地点は間もなく。みんな行け。私はここで支援する。同盟軍にもなかなか骨のある奴がいるんじゃねえか。一緒に行きますよ。どうにかお願いします。やっ、負けるはずないですよ。どいてください。子供か。守りは頼んだぞ。俺に任せときな。任せてください。いや、俺は後ろに下がるぞ。こちらの警戒が緩んでいるな。もう一つ道を切り開けよ。今こそ
好機。これならば阻めま。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。自分に任せてください。これ以上包囲がほころぶのはまずいぞ。援護が必要だ。これは侮れない相手ね。今は帝国軍が優先だ。厳しいと思ったら戦うことはないぞ。頼まれちゃ答えるしかねえ。不利に相手をするなと言われたけれど、君の成長を見せる機会だよ。任せてください。引っかき回すぜ。私の出番。限界か。私はここで引かせてもらうぞ。死力を尽くす。これで傭兵団の戦力は相当削れたか。あとはとにかくフェルディナントを追おう。密かに仕掛けておいた呪しに火をつければ帝国軍の撤退を妨害できるかも。答えるしかねえ。来た。私の出番ですよ。余裕で退却されちゃったのに。諦めないぞ。
私たちならやれるわ。うら！負けるわけねえよな。くらいな。頼まれちゃ答えるしかねえ。見ていなさい。立ち止まってる暇はない。私は倒れる。いや、この中は一本下。私の先を急ぐぞ。じゃあそこ、私もここまでか。フェルディナント殿、お逃げください。私がしんがりを務めてみせます。あなただけは死なせてはならないと私は陛下に託されたのです。そんな、エーデルガルトが。だが君を見捨てることなど。あなたを失ってはこの軍が瓦解します。どうか皆を逃がすためにも。出会うか。邪魔です。は、私子供じゃない。やっ、どうにかお願いします。任せた。やっ、負けるはずないですよ。どいてください。デナント殿は陛下最後にお会い。敵の大将は逃がしたが、帝国軍には十分に打撃を与えた。俺たちの勝利だ。仕事としては成功ね。おや、その割には不満足のようだね。いつもの君らしくもない顔をしている。仕事に勝って勝負に負けたみたいな。帝国軍は壊滅させることができたし、ジェラルト傭兵団も撤退に追い込めたわ。けどその傭兵団のせいでフェルディナントには逃げられ、灰色の悪魔を倒すこともできなかった。これを負けと言わないで、なんというか勝利だよ。君たち傭兵にとっては仕事と結果が全てなんだろう。それに加えてこの戦闘で灰色の悪魔の危険性を再認識することさえできた。そうね、あの人は一人の力で勝敗をひっくり返すようなとんでもない傭兵よ。その通り。必ず大きな障害になる。機会があれば全力で撃った方がいいね。そうかもしれないわね。助言ありがとう。今日はもっと高いところにありますから。流れた血の分だけ強くなるもんだ。これだけやってりゃ強くもなるさ。これで皆さんのお役に立てます。僕としたことが。まだまだ目指す頂は遠い。私はもっと前に進まないと。私にまだこんな才能が。
フェルディナントたちの行方はつかめたか？いや、だがガルグマク方面に逃げたらしき痕跡があった。南下を諦めて西回りで帝国に戻る腹か。もう捕らえるのは難しそうだな。フェルディナント君が死なないでいてくれて私は良かったけどな。私もそう思います。それはそうだが、できれば捕らえたかった。やつは汚名返上に燃えてまた攻めてくるぞ。そん時はまた追っ払えばいいだろ。何度でも相手になってやるぞ。私としてはジェラルト傭兵団の方がよほど気になるけど。あ、私も。あいつらの邪魔が入らなければフェルディナントを逃がすこともなかった。また戦うことになるだろうが、貨幣と見て侮れば大怪我を負うことになるだろうな。まあとにかく同盟領内の帝国軍はほぼ壊滅させることができた。同盟存亡の時はひとまず去ったと言っていいだろう。みんなご苦労さん。さて名手殿、次の一手を聞かせてもらいたいのだが。ああ、王国も今帝国軍との激しい攻防を繰り広げているのはご存知の通りだ。帝国の戦線は東西に伸びきっていて、おのずと戦力は分散されている。以上を踏まえてお前が名手ならどうする？頭脳担当の出番だね。答えは一つ、敵国に攻め込むんだ。ニルディン大橋を越えて帝国領を攻めるわ。今なら全力で行けば勝機はあるでしょ。確かに皇帝や軍務卿が動く前にこちらから動く、先手必勝だな。俺も同じ考えだ。攻められたから攻め返す、これ以上の大義名分もない。さらに肥沃なベルグリーズ伯領を抑えられれば同盟は100年の安泰を得られるだろう。ですが帝国のベルグリーズ伯爵ってものすごく強いって話でしたよね。帝国最強の武人とされてはいるが、あくまで一個の武勇についての話だ。レスター侵攻に失敗した今なら戦力に隙もある、勝機はある。勝てば同盟領が安泰になるってんなら俺は戦うぞ。最強伯爵にも負けねえ。この好機を逃せばすぐにまた帝国軍は大軍を率いて攻めてくるんだろうしな。私は賛成できませんね。同盟軍も戦いに次ぐ戦いで疲れているはずです。怪我をしている兵も多いですし、少し休ませてあげた方が。万一攻めきれずに敗れれば同盟存亡の時再びだ。次に帝国軍の侵入を許した時にはもう同じ手は使えないぞ。敗れるものか。ベルグリーズ伯の相手はこの私が引き受ける。必ず倒してみせよう。兄さん、そんなに家を留守にしていいの？パルミラだっていつ来るかわからないよ。盛り上がっているようだけど、どうせまた円卓会議にかけるんだよね。ねえ、帝国領に攻め込むにしてもまた円卓会議を通すのよね。ああ、そういう決まりなんでね。結論はまた後日ってことで。父上、ただいま戻りました。うん。偽りの神獣ミルディン大橋の急襲、父上の采配は実に見事でした。ですがなぜ僕にまで黙っていたのですか？知っていれば僕も父上と共に。そうはいかない。デアドラが陥落していれば
私はこのまま帝国に下るつもりだった。裏切り者の汚名をかぶるのは私一人で十分。お前はあくまで清廉であるべきなのだ。名門グロスタール家の嫡子としてな。父上。しかしクロードは恐ろしい男だ。今回は奴の口車に乗せられ策に従ったが、結果我が領内の一部が戦場となり、領民を危険にさらすこととなってしまった。ですが今回の戦果を踏まえれば被害は微々たるものであったはずです。その微々たる被害を無視しては領主失格という感覚はクロードにはないのだろう。それはローレンツよ、私はこれ以上あの危険な若者に従う気はないぞ。まさか同盟を離脱するおつもりですか？そうではない。私はもう引退させてもらう。父上。私はあの名手と共に歩んではいけない。たとえ同盟を救えるのはあの男だとしても、お前なら私よりもうまくクロードと付き合えるだろう。僕に当主を告げと。本当にそれでよろしいのですね、ローレンツ。我が息子よ、これまでお前には私の思想を押し付けてきたが、それも今日までだ。今後はお前自身の信念に従って行動することだ。ただしグロスタール家が守るべき領民のことを決して忘れてはならぬぞ。承知いたしました。グロスタール家当主の大役、謹んでお受けいたしましょう。